が力強く船を引き回します。長さおよそ 6.5 メートル、重さ3トン、麹屋町の川船です。激流を下るかのような軽快で勢いある船回しが麹屋町の伝統です。麹屋町は中島川沿いにあります。江戸時代の初め頃、味噌や醤油を作る麹作りが盛んだったことから名付けられた麹屋町。町の中心を通る中通りには、今も昔ながらのお店が残っています。麹とのゆかりが深い麹屋町は、川沿いにあることから、1964年、昭和39年から川船の奉納を続けています。川船の見せ場の一つが網打ちです。諏訪神社に献上する鯉をおよそ3キロある投網で捕らえます。網打ち船頭を務めるのは西浦上小学校5年の久米寛成さんです。今年5月から稽古を始め、毎日のように網を投げてきました。でこう投げて指導するのは値引きの堤優馬さんです。24年前の経験者が網を広げるコツを丁寧に伝えます。で極力低くして、で目線はこういう、で手はここで、その状態でこう引く。一世一代の大舞台で一網打尽を実現するため、2つの世代が手を取り合って稽古に臨んでいます。あんまり力は入れすぎればこっちにしまう、はい、鯉を全部取れて、かっこづけることもしながら頑張りたいです。神様に見てもらいたい気持ちで奉納します。川船は船頭が捕らえた鯉を諏訪神社に運ぶ役目を担っています。麹屋町の船の最大の特徴は屋根の出しです。躍動する肥鯉と真鯉から水しぶきが上がる様はこの町でしか見ることができません。そして終盤には5回転半の大技、梅の肩車を披露、町自慢の演出です。値引きは船を引き回すため、去年11月から体幹の鍛錬を行ってきました。諏訪神社や八坂神社の70段以上ある石段登りを1日8本はこなしてきました。船を使った稽古までのおよそ8ヶ月間で本番を乗り切る体力の土台を作ったのです。麹屋町は時代によって演出を加えてきましたが、堅くなに守っているのは右回しの伝統です。値引きの山口大輝さん、30歳です。町の人の誘いで今回初めての出演を決め、左舷の3番目を担当しています。船回しの時は船を押す役割で、その難しさを実感しています。やっぱ一人じゃ船動かないんで、いかにこう左舷の特に 1,2,3,4,5 度、ここが船回しの時にエンジン力になってくるところなので、やっぱいかにこの5人の力を一つに集めるかが大事かなと思います。今の課題は5回転半させる大技、梅の風車。勢いを最後まで保つことができません。問題は5回転するときにアンスピードじゃ止まらない。もっとスピード乗せていく。5回転の時はもっと前に前に意識をもっと持って、左、前、前。
人一倍声を出して頑張る山口さんには心強い応援団がいます。勤務先の小学校の教え子たちです。休み時間中も子どもたちに囲まれて大人気。稽古で見せる表情とは全く違います。なんかやっぱパワーをもらいますね。あと子どもたち目の前にしたらやっぱ心が癒されるというか、まだ違う気持ちで、はい、新鮮な気持ちに今取り組んでます。上手に書けるようになったらいいじゃないか。夏休み明け最初の授業、2学期の目標を立てる子どもたちに山口さん自身の目標を伝えます。これ先生これします。先生もこの奥んちに今年、はい、出ることが決まっているので、先生の目標はこの奥んちを一生懸命頑張りたいな。そういえば、ね、だかなってだけどびっくりした。先生のどんなところを見たいですか？船引っ張ってるところみたい。山口先生が奥んちに出るの楽しみです。休み時間とかやっぱ帰るときになんかしぶしに奥んち頑張っていて、なんか確か子供たちから結構言われてやらなきゃなって、こういいとこ見せたいなっていう気持ちが湧いてきました。歯食いしばってやってるなとか、なんかそういうことを子供に感じてもらったらなんか嬉しいなと思いますね。稽古も終盤に差し掛かった先月下旬、麹屋町に一大事がありました。もうそれがパカンと割れてガーッと寄ってしまって、もう全然回らん。過酷な稽古が続いたためか、車輪の部品の一部が割れてしまったのです。本番をおよそ1ヶ月後に控えての船の故障、不安に駆られる状況ですが、ここで乗り切れるのが麹屋町の強み。大工や職人など多くの技術者が揃っているため、町の人だけで一気に修理を済ませました。ちょっと一時できなくなるのかなとかいろいろ考えました。麹屋町の良かとこはね、もうみんなが技術者やけん、朝から始めても昼に終わって修理を終えた日の夜には稽古が再開されました。もう最後の追い込みの時期です。足踏み、声、勢い、全部決まっていきましょう。1、2、3、麹屋町の底力、本気っていうのが諏訪の神様に届けっていうところが一番大事かなと思います。まずは値引き22人が、固まって一人一人が男になる、それを目指していきたいと思います。皆さんに麹屋町が200点満点と言われるようなものができるよう頑張りたいと思います、はい、これまでの伝統を守りながらさらなる高みを目指す麹屋町。死の後の言わずに押せ、引け、回せを合言葉に諏訪の舞台で10年ぶりに躍動します。